今回ボスカフェベースボスティーベースの新 CM キャラクターに選ばれた岩井勇気と伊藤沙莉です。ボスカフェベースボスティーベースはコーヒーや紅茶をお好みで割って楽しめる商品なんです。では早速お二人にボスカフェベースから割っていただきましょう。自由に割っていいんですよね。ちょっと沙莉ちゃんは本当適当に割りそうだな。失礼ですね、うん、そんなことないです。そんな感じするわ。測ってやんないとダメなのこういうの。計量カップ使ってるんですか。性格の差出るよこういうの。俺はちょっとブラックをおすすめの1対4で割らせていただきます。はい、美味しい。私はラテをこんな感じ入れます。うわうわちょっと適当だな。いいでしょ、ほっといてください。商品背負ってんだからそれじゃダメじゃない。ちょっと、ね、いやでも飲んだらほら分かるから。いやいや飲んだらとかじゃないでしょ、きっちりやんないとかって、うん、え適当に割ったけどもう香りもコクも全然本格的です。いやそういうことじゃないって。この美味しさは開発者の人の本望じゃないから、研究に研究を重ねてんだから。てか岩井さんマジ理屈っぽいですよね、さっきからすごいちょっと面倒くさいんですけど。細かすぎます。面倒くさいって何。細かすぎます。細かいって何。すみません。いや本当に本当にこれしっかり割るやつでしょ。いや本当に。えでは次ボスティーベースいってみますかね。じゃあ俺は紅茶をミルクで割ってティーラテにします。私は水で割ってストレートティーにします。割り方は我流でいくんで。いやいや我流ってちょっと待った、またちょっとなんか適当に入れてるじゃん。いや混ぜ方も適当だな。ちょっとマドラーあるんだよ、マドラーで混ぜないと。スプーンとかでもいいんだよ、スプーンとかでもこうやって混ぜれば回転でやってても下混ざんないよ。スリスリやってんだから。うるさいうるさいです。適当適当うるさいです。私にもタレントイメージってもんがあるんで。それにあの岩井さんも結構なんだかんだ適当ですよね。私のこと楽屋でサリちゃんサリちゃんって言ってましたよね。サイリです、サイリ。 CM 撮影の時もずっとカンペ読んでるし人のこと言えるんですかね。すいません。じゃあ飲んでみてください、私が適当に割った紅茶。はい、どうですか。あ、美味しいです。でしょ。つまりコーヒーも紅茶もどう割ったって割とうまい。割ったらええやん。まあどう割ったって割とうまい。サントリーからボスカフェベースとボスティーベースお試しください。